全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。18頭ほぼ揃いました。まずは先行争い。10番アグネスオチユン先頭を伺います。6番楽しませるかわして先頭、5番ドリーマーアーバン好位をキープ、それから16番ザナウィング、内から3番ドバイウィングス、各馬第1コーナーをカーブしていきます。内から8番センターカメハメハ、それから14番アメリカンシスター、内抑えて11番スリーアゲン、1番ワンダーシュガー、この辺りが中段、外から7番ダイワレーネー、その外12番カーリーガリバー、これからバックストレッチに向かいます。続きまして18番ペパロニコ、1番人気2番ヒノシーファラオ、この位置外を抑えて15番ダイヤモンドビジン、 1000m の通過タイムは1分0秒5、外から17番ピカチュウ、内から4番アベノさん、続きまして13番モロレッド、最高峰は9番三井久志、ここから先頭までは10馬身以上、先頭は6番楽しませる、後ろに10番アグネスオチユン、5番ドリーマーアーバン好位をキープ、少し差が開いて3番ドバイウィングス、8番センターカメハメハ、18頭大ケヤキの向こうを駆け抜けます。外から16番ザナウィング、これを見るように外側14番アメリカンシスター、後ろに11番スリーアゲン、長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭を楽しませる、その後アグネスオチユン、食い下がるドリーマーアーバン、ここで先頭が変わった。先頭はドリーマーアーバン、 200m を通過した。ドリーマーアーバン伸び足がいい、先頭が変わった。アメリカンシスター伸び足がいい、アメリカンシスター差し切って降臨、勝ったのはアメリカンシスター、鞍上は武豊騎手。アメリカンシスターブリーダーズカップを見事勝利しました。2着ドリーマーアーバン、3着にはヒノシーファラオ、